山田信久は、静岡県藤枝市出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー、フォワード、元日本代表。弟の山田智樹は元プロサッカー選手。1994年の入団以来、浦和レッドダイヤモンズ一筋でプレーしたバンディエラである。1994年に、 藤枝東高校から浦和レッドダイヤモンズに入団。デビュー当時はフォワードで福田正宏と2トップを組むこともあったが、1995年以降は主に右サイドバックや右ウィングバックとしてプレーしている。その他にもトップ下、ボランチ、センターバックなどゴールキーパーを除くあらゆるポジションで起用される。2003年は日本代表の右サイドバックに定着した。 チームでも右ウィングバックのレギュラーを守り、ナビスコカップ優勝で自身初のタイトルを獲得した。2004年は、ファーストステージでは右ウィングバック、山瀬浩二が負傷で、戦線離脱した、セカンドステージでは、トップ下として活躍。セカンドステージを制して、最後のステージ優勝をキャプテンとして飾ったが、チャンピオンシップでは、横浜 F マリノスに敗れた。 2005年8月24日、ビッセル神戸戦で J1 リーグ300試合出場を達成。20代ではリーグ初。2006年は序盤こそ定位置の右サイドで出場していたが、夏場にコンディションを落として控えに回った。しかし、途中出場で決勝点を決めた9月16日のサンフレッチェ広島戦以降、トップ下の一角としてレギュラーに復帰。 自己最多の6得点を挙げて優勝に貢献した。2007年は再び右ウィングバックに戻された。10月29日の名古屋グランパス戦で肉離れを起こすまではリーグ戦、ACL、ナビスコカップなどの公式戦のほとんど全てに先発出場した。4月7日、ジュビロ岩田戦で J1 リーグ350試合出場を達成。この記録は J1 最年少記録。2008年は開幕戦から数試合はトップ下を任され、その後はボランチや右ウィングバックとして出場した。10月19日に行われた神戸戦では初めて左サイドバックでスタメン出場するが、後半開始から右サイドバックにポジションを変えた。11月8日、コンサドーレ札幌戦で史上3人目となる。 J1 リーグ400試合出場を達成。2009年はチームが8シーズンぶりにフォーバックを採用する中で、右サイドバックのレギュラーを確保する。また、田中マルクス・トゥーリオが抜けたナビスコカップ予選では、坪井圭介と共にセンターバックとしてもプレーした。2010年は、田中マルクス・トゥーリオが名古屋に移籍したため、開幕戦からセンターバックで出場。夏場に、 スピラノビッチが復帰して、以降もセンターバックとして出場した。2011年は開幕当初は、センターバック、東日本大震災での中断明けからは主にボランチ。終盤戦は左右のサイドバックとして出場し、様々なポジションで貴重な戦力として活躍した。2012年途中出場が続いていたが、怪我により長期離脱を強いられる。終盤、長田光が、 右太もも裏の肉離れから長期離脱を余儀なくされセンターバックとしてスタメンに入り3位浮上に大きく貢献した2013年4月27日の清水エスパルス戦でデビューから20年目を迎えた J リーグで1チームで在籍20年目を迎えるのは史上初海外でも GK を除くフィールドプレイヤーで1チーム在籍20年を超える選手は フランチェスコトッティ、ライアンギグスタ数人しかいない。くしくも、静岡県草薙総合運動上陸上競技場で、行われたデビュー戦と、同一カードとなった。これを記念し、当日は、山田信久 20th anniversary が行われた。5月11日の鹿島アントラーズ戦に83分から、途中出場し、今季リーグ戦初出場した。 10月27日、柏レイソル戦に途中出場し、伊藤テルエツ、奈良崎聖悟に次ぐ、J リーグ通算500試合出場を達成した。同一チーム在籍20年を迎えた選手の500試合出場は、J リーグ初の快挙である。対談する山田へ向け、浦和ボーイズはコレオグラフィーを作った。2013年シーズン限りで、契約満了に伴い、現役を引退した。 バンディエラ歴21年間は、ミスターレッツ福田を超えチーム最長。2014年末、J リーグ厚労選手賞を受賞。引退後は、浦和のクラブスタッフとなり、2015年、ユースチームのサポートコーチを務める。2017年2月8日に、業務委託契約が解除される。2019年、神奈川県社会人、 サッカーリーグ一部のイトゥアーノ FC 横浜の監督に就任し、2020年は監督兼選手となることが発表された。2014年7月5日、埼玉スタジアム2002で山田信久引退試合、信久山田テスタモニルが行われた。山田信久引退試合、信久山田テスタモニル、チーム1部位、チームに浦和レッズレッズ歴代選抜レストオブザレッツ。 その他の公式戦、その他の国際公式戦、ありがとうございます。